まるまるパーティー、皆さん、私面白いゲームを見つけてしまいましてですね、マリオパーティーってご存知？はあ、苦笑いじゃなく、いや待ってみんな、違う違う、今日は言ってるマリオパーティー、俺らは知ってるマリオパーティーじゃない、じゃない、当たり前じゃん。お前らは知ってんのは任天堂のマリオパーティーだろ。おお、そうだよ。俺が知ってんのは違う。どこの任天堂。やっぱり一緒じゃん。たださ、マリオパーティーとかこういうミニゲーム系ってさ、お前ら雑魚すぎて話にならなくて今すぐ消えてほしい。弱いやつほどよく吠えるな。そう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 、お前だよ。で、今回ね、ロケットレースギャラクシーっていう、はい、ミニゲームがどんなに勝てなくても、はい、運でワンチャンね、大逆転できる。じゃあ運要素が5になってるもんね。そう、駆け引き2の、はい、そうだね。運5だから行きますよ。あ、いいよ。いや、楽しみ。そうじゃん。そんなってことは、じゃあキヨみたいに上手いプレイじゃなくて、俺らも勝てる可能性があるとね。ね、上手くなくても運だね。何、こいつキヨ上手いだって。笑わせれよ、俺の方が上手いよ。ちょっと一回静かにしてもらっていい？ま、マジで一回聞いていい？俺声。おいえ。あ、いい。いいよ、はい、それで黙らせた。それだけだと黙らせた。ルイージいかなで、お前ら。オッケー、いくぞ。はい、1P あ、2P 富士、3P 平、4P 康介。はい、オッケーだね。はい、さあゲームスタート。はい、きた。おー、これマリオパーティーいいな。そう、レインボーロードじゃんこれ。あ、ね、うん、本当だ。こんなのね、でもギャラクシーって書いてるから多分マリオギャラクシー。あー、まだロゼッタ。バンゲータロゼッタって意外と体でけんだよな。そう、重量級だ、重量級だ、重量級、重量級の女。パワータイプの女。宇宙を駆け抜けるロケットレースギャラクシーよ。絶対違うと思う。渋井区の曲だね。バトルロイヤル2の先生はいける竹内。ブースターを使えばサイコロの数字がアップ。はい、最初にゴールしたい人の勝ち。わかりやすいね。ブースターの説明。何それ。サイコロがパワーアップ、使う数を増やすとたくさん進めるって。お、はい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 。ちょっと説明雑だな。いや、いいな。サイコロ1から5の数字と0がある。お、え、0も、0が出るとエンジントラブルで先に進めない。あ、面白い。あ、運ゲー感あるね。ね、いいよ、やろやろ。いきます。進む順番を決めましょう。決めろ。はい、さあ始めろ、始めろ。さあ、俺に勝てんのかお前。早く触れルイージ。お前が。いや、え、僕ルイージ。え、もうボケが交通事故だ。いや、もう散々時間かかってこれかよ。はい、進む順番が決まったようだな。誰なのそれ。さっきから1番悪いじさん。うう、はい、2番ピーチさん。イエーイ。3番ヒノピオさん。うわ、あれ進まない。4番ルイジさんの順番で進みますよ。オッケー。スタートの前になんで笑ってんの。いやスタートの前にブースターを1個ずつプレゼントしてますね。はい、これでじゃああれか、逆転するときに使ったりする。なるほどね。ってことだね。ここぞで使うんだね。それではレッツパーティー。うーうーうーいや、なんだろ、みんな引きずられてるし、なんか、ね、俺は司会、俺は司会だからあの声をやってるだけだよ。ありえないだろ、司会の。司会にしたら聞きずれよあの声。じゃあ悪いじいきます。はい、はい、よぞー。普通の、まず普通でいくよ、うん、ゴールまで25マスだって。あ、え、短いじゃんね。あ、タッチペンか。タッチペンでサイコロ動かすんだ。あ、そうなんだ。はいはい。ほんとだ。ポーン投げます。お、0000000000。あ、こうか。あ、そっちね、上に渡すの。上に投げるんだ。なるほどなるほど。すげえ。2ブースターゲットじゃないこれ。ほんとね。なんかこれさ、やったことない感じだよね俺らね。いつも全然バンバン使っていいかもしれないな、ブースターは。コイン代わりに。そう、ね、いきなりじゃあちょっとブースター使ってみる。使ってみる。あ、いいよ、やるよ。そう、これ毎ターン毎ターンのさ、ミニゲームあんのかな。あ、ね、ブースター使ってみるわ、せっかく。オッケー。でもなんかボーナスミニゲームはあと3ターンらしい。あ、本当に。分かった、これブースターの数によって、うん、あれだわ、サイコロの数変わるんだわ。ああ、そういうことか。だから貯めた方がいいかも。いいかもしれないね。ああ、そういうこと。4個で5倍とかになってる。あー、いいじゃん。なるほど。じゃあ俺普通にやるわ。なるほど、ね、1回ブースターとか貯めた方がいい。そういうことね。はい、3か、貯まるね。1、2、3。お、桂さんのね、はい、懐かしい。今はあれ現在を説明すんな。鍋屋時代を説明しろ。あ、おもろ山下とね。だからね、おもろおもろおもろのね。あれ何だったんだろう。じゃあブースター使ってみるか。はい、どうぞ。お、ライヒを早速使うんだ。使うの2倍。話聞いてた。でもまあまあまあ、まあせっかくならね、今回コース2倍サイコロ。よし、おらおらおら。あ、10あるよ。でも本当だ、本当だ。おお、6だ。
これでブースター手に入れればいい話だしね。そうだね。おー、あ、これブースター使った方がいい。ワンチャンあるぞ。ありだな。いや、使ってってもいいかもしんない、うん、ね。あー、これはイエイ。じゃあ俺も使おっかな。よし、いけ 4P。 じゃあ使います俺も。いけ、まあ、10いったら結構でかいからね。26だから、いきます。あなた、はい。じゃあ俺も、これさ、だって残り25マスならさ、うん、ポンポン使ってっていいよね。使ってていいよ、うん、じゃあいきますよ俺。じゃあこれをブースター1個追加して最高の数字を数倍にします。はい、数倍じゃない、2倍か。よく見たら上に海洋性ある。わ、それでもゼロあるんだ。いきまーす。海洋性あるの。海洋性あるから見て。いけー、見てな。あ、6、あ、ラッキー。これで一緒じゃん。一緒だ、ほら海洋性。全然わかんない俺、セリフ。うん、ドラゴンボール見てないの。バブルス君捕まえてたじゃん、うん、ここで。あ、そ、あー、ここ、そういうことね。あ、あれね、あの緑のやつね。いや、海洋性って。そういうことね。あ、ボーナスミニゲームはあと2ターン。あ、毎ターンじゃないんだね。あ、ハプニングマスですよ。はいはい、ハプニングバー、ゴミのマルトルーレットで決めたライバルの。それはちょっとまずいよ。それはまずいよ。一気に前に進むチャンスですが、戻ることもあるので注意してください。はい、はい、いきます。あ、なんてたの。何でもないですよ。あ、じゃあ使っちゃおうかな。2個だと何個増えんの。2個だと3個かな。ほうほう、やってみて。確かにやってみて、2個使ってみてよ。3、おお、すげえ。でも0も出るってことか、エンジントラブルって。あ、それでも0あるんだ。12、すげえ、15もある。うわー、いけ、よいしょ。0、0、0、0、うぜー。何やってんだよお前。あー、復活でしたか、どんまいでーす。軽いんだよ。あ、でも一応ここ止まったことになるんだよ。足踏みはできるんだね。いいね。くそー、どんまいでーす。めちゃめちゃつくな。あ、じゃあリスク高いのかね、もしかしたら。先輩どんまいでーす。あー、それもあんのかな。ブースター使うと。さあ、ピーチ。じゃあもうちょっと俺もうガンガン前進むわ、せっかくだから。そうだね、2個使っていいんじゃない。いけ女、やっちまえ。これで富士が0だったのに12とか出すんだろうな。お、よっ、あー、出やがった、出やがった、あいつだ。俺ね、任天堂マリオパーティーやってたと思うけどね、ピーチゲーなとこあんだよ結構。その優遇されてる感ある、ピーチが。そう、緑のマスはでもなんもないんだ。なんもないね。はい、来た。じゃあキノコ行くよ。いいよ、行け。キノコどうしようかな。会長早く、キヌキヌ、ちょっとできればハプニングマス触ってほしいけどね。早く行けよ。行くぞ。キヌイごときが。ひどくね、俺の扱い。ほれ。よし、僕安定してるわ。安定してんね、確かに。ハプニングマスあんね。あ、来た来た。ハプニングする。いや、これまだだね。いや、普通のマスだわ。あ、そう、普通だから俺が普通にやってハプニングマスに止まれるかな。そしたらでも一気にね、そしたらワープとかできたら面白いけどね。ね、先に普通に転がすわ、はい。え、あ、でも補充でしょ。ちょっと待って、俺今思ったけどさ、もう俺ゴールしない。確かに確かに。いや、でも前にハプニングマス3マスあんだよ。あ、そうか、それで戻っちゃう。そう、俺らと入れ替わる可能性があるんだよね。そうそう、入れ替わるか、なるほどね。入れ替わる、やばいな。入れ替わるじゃないか、そっちに行くのか。そうだね、そいつのところに。ただボーナスミニゲームが何なんだろうね。確かに、うん、あ、ブースター増えんじゃない。このターンが終わったらミニゲームありますよ。ブースターがもらえる、ほんとだ。あ、なるほど、楽しみにしてくださいね。貯めようかな、じゃあ一回。俺も貯めよう、一回普通にやるわ。だったら行きまーす。はい、よーいしょ。ゼロ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 、はい、なんでだよ。いや、溜まってるからね。溜まってるから、持ってるね、持ってる。かつこれでミニゲーム富士勝ったらもう、そう、あー、なるほどね。1回で5倍進めたりするよ。だって5倍だったらほら、うんうん、30マスいってゴールできる。あ、確かに確かに、ありえんな。ワンチャン力あるよ、すげえ。25出ればいいもんね、もう。それじゃん、ほんとに。さあ、うわー、でも俺怖いな。さあ、ピーチさん、ブースター持っていないようですね。持ってないようですね。あ、じゃあこれ1とかで止まりたいところだね。うわー、でもこれだから4か5やばいね。4か4、5、6がやばい。あ、6ないのか。さあ、2分の1、うん、なるほど。え、なんか勝手に、いや、あれ今のおかしくない、なんか今の動き。あれ今の動き何、今の、今あれ今なんかサマ入ったマス、なんか今動いたよね。何にもねえマスで、何にもないよ。重りが入った最高だな、今。今そっち寄ったよね、ゼロに。しばらくそのゼロだよ。マジかよ。まあでもまあいいや、うん、さあ、お、 VS ミニゲームマスがあるんだ。はい、ここでミニゲームマス、みんなから集めたブースター全部もらえた。えー、マジ。5、マスの横にある数字はゴールまでのマス。はい、あ、本当だ。これいいじゃん。いや、これ踏むしかないね。しかもギャラクシーのあの星いるじゃん。あ、じゃあもう1、2、3、4だったらもう実際何でもいいよね。いくぜー、そーれ。なんだよ。絶対このゼロ出るよね、これ。ちょいちょいゼロ多いな、今回。ちょっとなんかおかしくない、今日も。このサイコロなんだい。おごり入ってないかい。おごり入ってないかい。文句があるってのかい。文句があるってのかい。
何回出してもゼロだなこれ。じゃあ振らせてもらおうか。これでゼロが出なかったらお前らが言い訳言ってるだけだ。おい、お見せてみろ。ほら、何言い訳やめた。いつすり替えた。来た来た、ハプニング、ハプニング、誰かのところへは。フジフジフジ、おいで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 、フジフジ、これコウスケのところに行けば俺もゴールできるよ。悪いようにしない。はい、おいで。やめてー、やめろや。来るんだよ。仲良しだな。来るんだよ。痛い痛い。フジだってまだ2マスしか進んでない。分かったから話して。え、これしかもそっか、ハプニングマスだから何もねえのか。お、あ、そしてミニゲーム1個なのかな。お、え、うわ、3つももらえんの。待って、これコウスケさ、いやこれね、3位までに入ったのさ。3位まで入れば、うん、もう勝ち、ほぼあるわ。なんだこれ、俺は1回もやったことない。いや初見、初めて見る、初めて。お、あー面白そう。トゲコンボ、おもろいじゃん絶対これ。ジャンプして避ける系かな。だから俺と藤井は2位ぐらいに入っていけばワンチャンあるね。移動ジャンプ、移動とへ。トゲコンボの動きをよく見てか最後まで生き残りましょう。はい、はい、はい、もう練習なしね。オッケー、当たり前だろ。いきます。男に練習はねえよ。よし、あ、ちゃんと操作します。出てる、いくよ。はい、来た。スキップする。あれ、おい、練習なってないか。いや、なってない。あ、デモって何これ。え、誰だデモしたの。え、でも違う、これデモ映像なんじゃない。あ、なるほどね。わー、かわいそう。わー、あいつは何しちゃってんだよ。きた。え、しゃあこい、邪魔じゃ。万引きを結構やらかしてるな。まあまあまあ、万引きもな、相当だからな。あー、あー、邪魔だよ。これ一気に2本とか来るようになるのかな。なるでしょ。あー、むずいじゃん。あー、はい、おいしい。はい、もう俺もほぼ確定。オッケー。おいおい、確かにここコウスケ任せなきゃいけないんだよ。待って、よしよしよし、今日めっちゃ俺のこと踏んでない。ちょっとね、ごめん、邪魔なんじゃん。とりあえずでも踏んでる方が絶対有利でしょ。踏んでる方が有利。いいよ。危ない、来るよ。怖い怖い怖い、来る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 、来てる。危ない、当たってくれ。よしよしよし、まだ蹴る。よし、いいよ。何今の判定、おかしくない。危ない危ない、これ踏みたいな、踏みたいところあるな、踏みたいところあるな。オッケー、当たってなくないこれまだ。うん、ちょっと待って、これさ、当たってない。でもコウスケからなんだよね、始まるの。そうだよ、だから俺絶対もうゴールできるよ。でもこれそっか、いやそれもあるか。いやまあまあゼロが出るかもしれないし。あ、そっかそっかそっか、あのサマーサイコロ使ってるから。そうだよね。ゴールしちゃおうかな。ゼロ歳ね。ゼロ歳、ゼロ歳。いや俺のゼロ歳おかしいもん。やばいよ、さっきの挙動おかしいもん絶対。急にドゥッドゥッドゥッってなったら、ここでゼロ出してほしいな。マジか、これ1個もらえなかった。どうなる。よし、うわ、いいな、ここだろ。待って、俺ここでこれキヨもやばくない。何個打ったんだっけ。2個か、やばい。ただこれ順番通りだと、うん、ラッヒーがゴールできる可能性もあるね。まあ確かにね。でもキヨもこれ次に今回で全部ゴールできる可能性もあるからね。あるね、5個だから。この一旦忍ぶと考えて普通にやろうかな。あえてね、ブースター取りに行く。ブースター取って最後の方がいいかもしんないね。5、おお、いいやつ出たね。これどこだ。あれハプニングじゃね。あ、ちげえわ。ブースター、おー、うわ、惜しい。なんもねえ、なんもねえのか。なんもねえ、惜しかったな。崩れた。さあ来た、ここだよ。じゃあ使っちゃいますか。さあ、お、ゴールできるかもしれませんよ。これでゴールしたっけ。もうどうしよう。動画しかない。大丈夫大丈夫大丈夫。ゴールした、もうゴールした。 OK です。あ、 OK ですか。もうゴール。僕一応それを気にしてたんですけど、一応その時間分は大丈夫です。大丈夫ですね、はい、じゃあ行きます。空気読めよ。ゼロ歳、いけいけ。いや本当にゴールするかよ。すごい、今秒で10出てる。ゴール、え、どこ行っちゃった俺。うわ、もう1位か。どうもどうも、ほら、投げキッス投げキッス。はいや、俺ら半分も打てないよ。確かに。俺結果2だからな。待って待って、全然進んでないんだよ。スーパースターになりましたよ。これ終わり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 、早っ。これ終わり。これは運ですね。これは運でしょう。ゲーム1回しかやってない。